地下宮殿地下宮殿の一地下宮殿の通称で知られるバシリカシスタンはトルコ共和国のイスタンブールにある東ローマ帝国の大貯水槽。トルコ語では地下宮殿を意味するイエレバタンサラユあるいは地下貯水池を意味するイエレバタンサルヌジュという名前で呼ばれている。現存する東ローマ帝国の貯水池としては最大のものである。現在は一般にも公開され、 イスタンブール歴史地域として世界遺産にも登録されている。この大街道規模の大きさを持つ貯水池は東ローマ帝国の皇帝ユスティニアヌスによって建設されたものである。かつてここには中老によって囲まれた中庭を有するホルムのような空間があり、裁判や商業活動に利用されていた。ユスティニアヌス帝はこれを解体し、 最も南にあった中楼の部分を掘り下げて、この貯水槽を設置した。貯水槽は、長さ138メートル、幅65メートルの長方形の空間で、高さ9メートル、1列12本で28列、合計336本の大理石円柱を備え、それぞれがレンガ作りの交差ボールとを支える。これによって7万8000立方メートルの水を蓄えることができる。 円柱のうち98本は5世紀に流行したアカンサス中東を備えたものでおそらく流行遅れの在庫処分品であったらしい。この他にも目玉飾りで覆われた柱身やメデューサの顔が彫られた古代の石くれを土台にするなど特に美的効果を必要としなかったために半端な材料が用いられた。壁体は水を通さない特殊なモルタルで覆われた。 厚さ4メートルの大火レンガの壁に囲まれている。コンスタンティノポリスの給水については不明な点が多く、この貯水池の水がどこからやってきたのかについては明確ではない。おそらく街抜きた19キロメートルにあるベルグラードの森から供給されたと考えられるが、現在残る水路はオスマン帝国によって作られたもので、ユスティニアヌスの水道橋と呼ばれるものも16世紀に、 作られたものである。この貯水池はジェームズ・ボンドの映画007ロシアより愛を込めての撮影場所として使われた。その後、補修作業を行った後に1980年から一般公開された。ありがとうございます。